今回はゴジラクロニクル3を見てみたいと思います。ゴジラクロニクル3ではやっとゴジラの顔が表紙に出てきました。1と2ちょっとなんかなかったからちょっと物足りなかったんですけれども、ラインナップとしてはファイナルウォーズからゴジラ2004、そしてデストロイヤ完全体、リトルゴジラ、スペースゴジラ、モゲラ、ヘドラ、アンギラス、ラドンとなっております。このゴジラ2004から見ていこうと思います。あんまり本当に変わってないんですよね。背びれだけが本当に変わりましたね。白く塗られてました背びれが全部、この中のとこまで。ただしクロニクル3ではこのヒレとヒレの間は白じゃなくなって、ちょっと若干灰色がかったグラデーション、グラデーションじゃないかな、なんだろう、塗られてないですね。うん、ただまあ相変わらずこのクオリティはすごいいいですね。デストロイヤ完全体ですね。これは素晴らしい。はい、ゴジラ2と並べてみるとこんなに変わりましたね。そう、このゴジラ2の時はすごいこのカラー自体にすごいバリエーションっていうか、そのグラデーションとかクリアとかそういう概念がなかったのか、本当に同じ単調な色しか使われてなかったんですけれども、このクロニクル3ではもうそもそものベースがちょっとクリアなものを使っているので、だいぶ印象が違います。そしてこのツヤの出方とか塗装の仕方とかもうすごいですね。この爪とかのこの汚しみたいのもすごい気合が入ってますね。これは素晴らしい。羽の透き通り具合もかなりかっこいいですね。これで、この塗装の仕方がゴジラ10の時のデストロイヤ完全体とすごいそっくりなんですね。この羽のところのクリアさとかもそうですし、使われているこの汚しとか、すべて同じですね、ほぼほぼ。なので、10で進化したこのクオリティをそのままクロニクル3にそのまま封じ込めたって感じがしますね。ゴジラ10が最強だったんで、多分、こちらクロニクル3ではそれを超えられないと見越して、こちらの2で、いろいろ改善すべきところを全部こっちに持ってたのかなと思います。はい、次がリトルゴジラです。HG1 と EX、そしてクロニクル3で比較してみました。光沢があって、EX では光沢がなくなって、でクロニクル3では色がちょっと変わって明るくなって、目がこんなに変わりました。生きてる感がすごいあったんですけれども、どんどんマットになって、最終的にはもうなんか黒目もなんかやばくなってなんか死んでいるみたいな。こちらが最近出たリトルゴジラちゃんなんですけれども、だいぶこのリトルゴジラに救われた感があります。色の使い方とか目の表現、目の出し方とかもう全然違いますね。こんな尻尾短いの、長かったのに。次がスペースゴジラでございます。まずはこの同じ造形を使ったものとしてパート1と EX、そしてゴジラクロニクル3を並べてみました。リトルゴジラと一緒で光沢がパート1の時あったんですけれども EX でマットになりました。で、尻尾のこのピンクのところが EX から塗装されなくなりました。で、このクロニクルでは、まあ、そもそものベースが変わりましたね。このクリスタル具合がすごいいい感じなんで、フィギュア自体が全てクリスタルなので、そのクリスタル仕様のものの上に、こう、色を入れてきた感じがあるので、この背びれがまずこうやってクリアな感じになっております。なので、これは、1とも EX ともだいぶ違う感じになってますね。劇中に近い感じの色ですね。このボディの色とかもそうですね。で、目もちょっと鋭くなってるっていう。で、頭の角が黄色い。10の時のスペースゴジラと比較してみました。これはデストロイヤ完全体と同じで、同じあれで、そのままゴジラ10で使われた塗装が、ゴジラパート1の時に使われた形に打ち込まれたって感じですね。いやー、10はすごい、すごかったんだな、そうすると。うん。最近出たこのスペースゴジラ、この肩幅がすごいんですよね。なんか肩のシャキンシャキンっていう感じの、肩のシャキンシャキン具合が素晴らしいですね。この下半身とかやっぱ天の方が素晴らしいんでしょうけれども、顔なのかな、目つきがちょっと
すごい良くなった感じがします。なんでやっぱりクオリティが上がったからちょっと金をかける分ちょっと顔はちゃんとあのお金をかけるようになったのかな。背中はちょっとクリスタルっぽくないんだな。こちら全てのスペースゴジラを並べてみました。スペースゴジラクロニクルですね、これまさに。次がモゲラですね。モゲラも3種並べてみました。パート1の時はいろんな細かい塗装とか全て塗られていたんですけれども、 EX で省かれ、クロニクル3で多少改善されつつのちょっと変わっているって感じですね。まずがこのドリルの色が変わりましたね。クロニクル3では黒くなってます。コバルトブルーっぽい感じになりましたね、うん。ここの足のところで使われた塗装、まず EX でこう一回省かれたんですけれども、クロニクル3で戻ってきました。パート1の時こうヒールがこう塗ってあったんですけれども、EX とクロニクル3では塗られなくなりました。というのはそもそも足の裏がこう塗られてたせいか、そこも省かれちゃったんで、ももの部分もこのクロニクル3ではやっと戻ってきたんですけれども、 EX では一回これ省かれたんですね、ここ、うん。なんでこれはもうずっとパート1がすごいこだわってたんだなっていうのがすごいわかりますね。同じくこれ最近出たあの高いガチャガチャなんですけれども、クオリティに違いが見られませんね、この、うん。むしろなんか肩幅がすごいちょっと狭くなったのと、あとこの足のところがすごいこの今までこんなにこうズゴーンと、なってたんですけども、なんかちょっと痩せちゃいましたね。これもちょっとモゲラクロニクルになるんですが、これもそうね、同じ、やっぱ色はやっぱりクロニクル3だけちょっと違う異彩を放ってますね、うん。はい、次がアンギラスです。アンギラスに関しては正直何が変わったかっていうと、騒音ほとんど変わってないですね。色も使われてる色もなんか僕には同じように見えます。ちょっと違うんだったらむしろ教えてほしいぐらいですね、うん。本当に自分がこう見た感じで違うなと思ったのは本当にこの頭のところの塗装ぐらいですかね。クロニクルの時はちゃんとこの頭の角のところのこのラインがすごいあのもう一つの色だけだったんですけれども、こちらのオリジナルのところはもうちょっとなんかグラデーションが入ってるっていう、なんかちょっとこのうすらハゲじゃない、なんかうん、てかむしろアンギラスそんな作んなくてよかったんじゃないかなと思いますけども。でこちらがラドン1956ですね。見分けるのが本当難しいですね。使ってる色は一緒なはずですが、クロニクルではちょっとこの羽のところになんか黒い何かこのグラデーションのようななんか入ってるような感じがします。羽のここら辺とかがこうなんかちょっと違うんですが、多分そんなはずだけど、よく見るとオリジナルも黒かかってないっていうね。ちょっと正直違いがわかんない、本当にこれはなんでこれ作ったの、本当マジで。なんか頭のところちょっと違うのかもしれない。この先っちょちょっとこっちなんか黄色っぽいけど、こっちは全部茶色っぽく見えるぐらいかな。これが合ってんのかな、それとも個体差なのかわからないです。これはちょっと何なの。こちらがヘドラ1971ですね。これはゴジラクロニクル3だけのオリジナルのものなんですが、このおどろおどろしさとかこの色の使い方とかだいぶこだわりがありますね。でこのそもそもこの塗装する前におそらくここが全てクリアなパーツの中に塗装を入れてるためか、ここ頭とかすごいこのクリアな、すごいクリアなんですね、ここ、うん。なんですごいこだわりが見えてますね、これは本当に最高ですね、これは。この尻尾の具合とかもすごいですね、これ。細か。これで200円ですよ。最近出た HGD プラスと比較したんですけれども、まず、こっち500円なのに、こっち200円ですよ。で、大きさは、だけではなく、その使ってる色の、このクオリティもだいぶ違いますし、なんかこの適当な、なんか色の使い方、すごい。
これ右が、まあ、ちょっとこのうねりとか尻尾とか入れてるのがちょっとなんかちょっと立体感があっていいのかもしれないですけれども、いやそんな問題じゃないって感じですね。なんかもう、うん、こうこれなんか一応足がちゃんとこう2つあるのに、こっちはもうなんかにょっと、もうこういういろんな細かいところでいろいろこう省きたいところが省いちゃってる感じがしますが、クロニクル3の段階ではそこも譲らず、このオリジナルの、うん、ところですごく気合を入れて、こう作ったんだなっていうのがわかりますね。もっとクオリティが高いから500円なんですっていう説得力が ないですよね。全然。うん、昔と比べちゃうと。クオリティ上がってきたんだったらもっと払いますけど、ちょっとファンとしては、これで500円払うのかって感じで、まあゴジラだから仕方がなくやってる感じなんですけれども。はい、今回はゴジラクロニクル3を見てみました。やっぱりこのヘドラのインパクトはすごい強かったんですが、そのサイドにいるデストロイヤとスペースゴジラのこの改良された塗装とかもすごいいいかなと思いました。他は本当、他の5種類はちょっと本当どうでもいいです、本当に。とりあえずこの HG1 から11、そしてクロニクル1から3、EX もちょっと含めて紹介したんですけれども、これで、そうですね、オリジナルの HG シリーズのレビューは終わりになります。はい、以上です。ご視聴いただきありがとうございました。